の、海水を取る、作業に移ります。で表面の海表面、海の0メーター近くの水を取る場合はこういったバケツを投げて、共洗い3回して、採水をするということが可能なんですけれども、海の深いところの水を取ろうとすると、ここに重りつけて深く沈めても上げているうちに、その例えば5メーターから0メーターの水が混ざったものが取れてしまうので、こういった専用の、採水器を使います。で、いろいろ種類があるんですが、これバンドン採水器というふうに、呼んでます。で、上と下に蓋が開閉できる蓋がついていて、こんな感じで、こっちも開きます。で、これを止めて閉めるんですけれども、もう一個こっちの方を、ニスキン X 採水器というふうに呼んでます。で、どういったものが違うかというと、どんどんこのバンドン採水器から、ニスキン採水器、ニスキン X 採水器というふうに改良されてます。で、何が改良されているかというと、バンドンの場合は、あともう一つ、ただのニスキン採水器の場合は中に、こういうチューブが入ってます。で、閉まる仕組みになってるんですが、海水を取った時にこの中にチューブがあると、このチューブが悪さをして、その取った水を、コンタミン汚染してしまうっていうことがあるので、その後改良されています。あとバンドンの場合、こういうふうに透明な形になっているんですけども、深いところにいる植物プランクトンとかが急に表層に上がってくると光が強すぎて光阻害を受けるので、透明ではない、こういった光が当たらないようなタイプに、改良どんどんされています。で、今は、基本的に海洋学で、水を取るときはこのニスキン X 採水器というのを使います。で、ニスキン採水器 X が付いてない採水器というのもあって、それは、遮光されているんですけども、バンドンと同じく中にチューブが入っているタイプですけども、これは中に一切チューブは入っていません。すべて、取った水に汚染が、コンタミがないように外側に、スプリングとかがついているようなものに改良されています。なので、植物プランクトン以外にも、有機物でも光が当たると光分解してしまうものとかがあるので、今はもうこの、ニスキン X 採水器というものを使います。